ケーブベースンの洞窟ケーブベースンはカナダアルバータ州バンフにある温泉でカナダの国立公園制度発祥の地として1981年にカナダ国定史跡に指定されている。バンフの南に位置するサルファー山にはデボン機の石灰岩の下にある少女断層に沿って9つの温泉が湧いている。ケーブベースンはそのうち最も低い位置に湧いており 人間が集団で入れるほどの大洞窟ができているのは、ここだけである。この地域には、最終表記が終わる1700年前から、人間活動の痕跡が認められており、彼らも当然この温泉を認識していたと思われる。また、当地の先住民は、洞窟と温水にまつわる伝承を持っている。文献上は、パリサー探検隊のジェームズ・ヘクターが1859年に、 記録したことに遡り、ついで、ジョーヒーリーが1874年に報告している。しかし、ケーブベースンの名を国中に知らしめたのは、カナダ太平洋鉄道の3名の作業員、マッカードル兄弟とフランクマケーブである。1883年、彼らは倒木を使って、地表の開口部から洞窟に入り、翌年商業家をもくろんで小屋を建てた。 他にも占有権を主張するものがあったため、1885年ジョン・エマクドナルド率いるカナダ連邦政府は数密院直令によって周囲10平方マイルを保護地とした。これがカナダの国立公園の行使である。1886年には大洞窟に向かってトンネルが掘られた。1912年注力があると称して瓶詰めの香水が売り出される。 1914年に温泉プールが開業し、1994年まで営業していた。1981年にカナダ国定史跡に指定された。ファゼラ・ジョーンソニー温泉が湧き出ていることから、周囲は特徴的な生態系を持っている。特に絶滅危惧の炭水産巻貝ファゼラ・ジョーンソニーの生息地として有名である。一方、1924年には、 課対策として、課題足が導入され、また後年愛好家によって、熱帯魚が導入されたことで周囲の池からはうぐいに、似た固有種ライニクシースキャターアクテスミシーが絶滅した。ありがとうございます。